これを逃したらあなたは1000万円損することになります。はい、どうもバイナリ投資塾の陽介です。今回はバイナリ初心者が10日で1000万円、1分取引推奨、マーチンなしの最強サインツール、こちらを完全無料でプレゼントいたします。今回のサインツールですが、今すぐお金を手にしたいと思っている方にはもってこいの方法となります。少しねお話変わりますが、手法やツールを用いてデモで感覚を鳴らすっていうことはもちろん大事なことなんですが、僕は掛け金1000円でもいいから実際にお金をかけるっていうことに意味があると思ってます。というのも、いくらデモトレードで資金を溶かしたからといって悔しいっていうような感情を抱くことってありますか？引きずってその日寝れませんでしたなんてことはないですよね。ただこれが実際のお金の場合どうでしょうか？1万円、10万円っていうね損失になった時に少なからず何かしら思うはずです。これ何が言いたいかって、実際にお金をかけて資金管理っていうのを学んでいかないと、どんな方法でやっても稼ぎ続けるってことはできないってことなんですよ。なので今回は知識をつけるとかっていうのは二の次にして、まずはサイン通りの取引でお金を稼ぐ実感を得る、そして同時に資金管理を学ぶっていうのがコンセプトとなっています。無料ツールっていうジャンルで言ったらかなりの収益力を誇っていますし、やり方次第で勝率を上げる工夫も紹介しているので、まずはあなた自身の目で見てしっかりと確かめてください。それではね、早速やっていきましょう。本編スタート。その前に今なら数量限定でこちらの完全攻略マニュアルを無料でプレゼントします。受け取りたい方はお早めに。はい、そうしましたら今回はね、まあ、サインツールを完全無料でプレゼントっていうことでね、ちょっとお話ししていくんですけども、まあいつも通りね、まずロジックの紹介からしていきたいなと思います。で、特性についてもね、まあ動画内でちょっと触れていくんですけども、特性をね知らなくても、まあ確かにサインツールってこともあって、まあ矢印通りにやればね全然勝てるんで、必要ないんじゃないかってね思う方が結構多いんです。まあ、勝てればねそれで OK なのかもしれないですけど、じゃあ自身のねスキルアップにはやっぱつながらないです。ちゃんとなんでそのポイントで勝てるのか、なんで今回そういったロジックを入れてるのかっていうね、こう根本的な部分もちょっと理解していただきたいなと思ってるんで、ちょっとそのあたりはねしっかり聞いておいてください。でその後にエントリー条件ね、まあ、実践トレード交えて解説していきますので、まあ、エントリータイミングなんかにもちょっと注目してください。まあ、あとは勝率をね 10% いや 20% 以上ね上げていけるような方法も紹介していくので、しっかりと見逃さないようにしておいてください。そうしましたら、まずねこういった形で MT4 チャート画面を開いてください。で今回は1分取引をちょっと推奨してますので、まあここね M1 で設定をしてください。じゃあこれ5分の場合、まあ今回5分でもね別に使えるんですけども、堅実にやっていきたいよって方はこちら M5 に変更するようにしてください。まあ、基本的にはハイローだったりとか、こう取引していく証券会社の取引時間と合わせてもらえれば大丈夫です。なんで今回は1分足なんで M1 となります。ここまでできましたらとりあえずは OK です。で今回ね使用するインジケーターなんですけども、キャンドルマスターになります。皆さんこのインジケーター聞いたことありますか？いやないな、何それ思う方がほとんどなんじゃないかなと思います。まあもともとねデフォルトで入ってるインジケーターじゃなくて、一応ね外部のインジケーターっていう扱いになるんですけども、この後ねじゃあこう使用方法だったり実践トレードなんていうのは全て習得できるような内容になってます。で導入方法もね別途まあ詳しくお伝えしてるものも用意してるので、しっかりね最後まで見れば完璧ね習得できるようなものになっております。である入手条件満たすと今回のねキャンドルマスターが無料で手に入るんですよ。なかなかねない機会かなと思いますので、まあ、この機会にねしっかりと受け取ってください。まあ、まずはインジケーターのね挿入からしていきますので、ここからよく集中して聞いてください。じゃあちょっとねやっていくんですけども、まずこちらの挿入、インジケーターのカスタムの中にありますこちらですね、キャンドルマスター、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まず全般を押していただいて、まあ、今回真ん中だけチェック入ってますね。なんで上と下このように3つともねチェックが入っていることを確認してください。じゃあ次このパラメータ入力で、まあここでね期間の設定とかできるんですけども、特に設定数値の変更はしなくて大丈夫です。まあ変更してもいいかなって思う部分はここですね。まあここがサインの色
になるんですけども、まあ、僕背景白なんでね、結構やっぱり見にくい色っていうのもどうしてもあります。なんだこのホワイトに関してはね、もう同化しちゃって見えないんで、ある程度自分のね好きな色に変えてみてください。ただまあぶっちゃけね、ここはもう何でも構わないです。お好きな色でね全然構いませんので、こういった形で設定してください。で色の設定押していただいて、ここも基本的にはまあサインの色となります。まあインジケーターの色ですね、まあ重要な部分ですので、まあそれぞれね自分の好きなもので設定してください。はい、 OK ですね。このように設定できましたら OK ボタンを押していきましょう。はい、そうするとねこういった形でインジケーターが設定されたれば OK です。でこういった形でチャート下に新値足を表示させるインジケーターなんですね。でそもそも新値足って何っていう方いると思うんですけど、時間の概念っていうのを排除したチャート表記方法で、鍵足、連行足、ポイント&フィギュアと、まあ、同じね非時系列のチャートとなります。しかしこのインジケーターっていうのは時系列新値足って呼ばれるもので、上に表示されているこのローソク足のこのチャート画面とね同じように時間の推移とともに足が確定していくため、比較的見やすいんですよ。具体的にどんな違いがあるのかっていう話なんですけど、まあ、一番比較しやすい部分、ローソク足と比較して、このキャンドルマスターっていうのは価格推移の表示に対してブレがないんですよ。じゃあどういうことかっていう部分なんですけど、例えばじゃあここをくくります。ちょっと見づらいんで色これ変えますね。はい、そしたら今こう囲った部分、これ見ていただきたいんですけど、まあ陰線陽線陰線陽線陰線陽線陰線、まあ、陽線交互じゃないですか。ローソク足がある程度交互に形成されてるんですけども、こうキャンドルマスター見てください。サブチャートでこう加工する勢いがね全部同じ色なんですよ。例えばこことかね、まあ、上のローソク足陽線で形成されてますけど、この辺なんかも含めて全部、まあ、下降方向のね表示がされてるんですね。これ何なのかっていうと、極力やっぱ騙しを減らしてくれるんです。で1分足のねローソク足っていうこともあって、実際値動きが激しくて読み取れる情報っていうにも限界があるんですよ。なので今回キャンドルマスターがそれを補ってくれるんです。で正確にねサインを表示してくれるわけなんですね。なんでロジックをね複数入れてるとかそういう意味合いっていうよりかは、ローソク足だったり投資家心理を一応読み解いたインジケーターになるってことです。まあ上昇になってるものが下降に切り替わる部分がエントリーポイントだったりとか結構するんで、ちゃんとね騙しではないのかっていうのをこう2つのね分析法を用いて活用するような感じです。なのでまあ勝率がね高い状態を推移してるんですけども、とはいえエントリー条件を間違えちゃってるとぶっちゃけ何の意味もなさないです。なのでちゃんとどこでエントリーをするべきなのか、まあ、エントリータイミングもね注目しながら実践トレード映像を見てください。はい、そうしましたら EURUSD ですね、ちょっとユーロドルの通貨ペアで待機してるんですけども、次足ですね、しっかりと次足ねエントリーをかけることができました。まあ条件一致したポイントだったんでね、ちょっと10万円の半エントリーを1本仕掛けたんですけども、まあ、サインツールってこともあってね、基本的にはもうそれに従ってやってください。まあ、矢印が上向いてればね、まあ、ハイエントリー、まあ、矢印がね下向いてればローエントリー、もうたったのこれだけです。なんでまあ難しいことってまあぶっちゃけそんなないかなって思うんですけど、まあ、エントリーするタイミングに関してはくれぐれもねご注意ください。1分なんで結局こう値動きがねすごく激しいです。なんで1秒2秒のズレでねエントリーする位置っていうのが全然変わってくるんですよ。そうすると思ったような結果にならないってなった時に改善の余地がないんですよね。まずはエントリーするタイミング、まあ今言ったように条件はすごく簡単なんで、エントリーするタイミングにはちゃんとね意識を向けるようにしてください。そしたらねしっかりと陽線形成されてますね。無事勝利することができました。まあ、10万円での、ね、エントリーでしたので9万円の利益の獲得となります。はい、そうしましたら AUDJPY ですね、王子円での条件1ポイントが来ましたので次足ですね、しっかりと条件1の確認が取れましたので10万円の、ね、ローエントリーを1本だけ仕掛けました。で今回はメインチャートに、ね、サインは表示されません。すべてサブチャートに表示されますので、そこはちょっと覚えておいてください。ただまあ見方としてはこう普通にね出回ってるサインツールと一緒です。サブチャートに表示されるこのサインですね、下向きのサインの表示、
で、なおかつそれが確定されたら次の足でねローエントリーをしていくと、まれにね、まあ一度表示されたものがなくなることがあります。それはいわばこう騙しのポイントっていうことでね、あえて消すような形になってるんで、ちゃんと確定したっていうところまで見るようにしてください。で、まあ今回ねこうローソク足に、まあ、こうかなりね相性がいいインジケーター、まあ、分析ロジックが入ってるんで、まあ、勝率はねこれだけでも十分高いんですけども、さらに堅実にやっていきたいっていう方のために、まあ、あるね分析方法もお伝えしようと思ってるんで、そこもちょっと取り入れてみてください。そしたらねしっかり陰線形成されてますね。無事勝利することができました。まあ、10万円でのねエントリーでしたので9万円の利益の獲得となります。はい、それではねここで無駄な負けを減らす方法、勝率を格段に上げる方法を紹介します。まあどういう風にね勝率を上げるかっていう話なんですけど、一番簡単なのがマルチタイムフレーム分析で勢いをチェックすることなんですよ。結局こうトレンドのね切り替わり、その方向に進む勢いが強いかどうかっていうところで、まあサインがね鳴ってくれますので、ある程度全体の相場を見ると勝率は格段に上がります。まあ、例えばじゃあここね今囲った部分、ここの囲った部分がちゃんと下降のね勢いがあるのか、エントリーする方向にちゃんとねこう時間足とかいろいろ変えた時にちゃんとその方向に進んでるかっていうのをちゃんと確認した上でエントリーをしていくようにしてください。例えばじゃあまあここだけ見るとね一応ローエントリーポイントに見えるんですけど、じゃあこう上昇してる中でねたまたまじゃあ一時的にね調整のポイントの可能性もあります。実際ここでハイエントリーのサインが出るんで、トレンドが上がって下がって上がってっていくような相場の局面っていうことも全然考えられますので、まあなるべくね堅実に行きたいって方は、まあ、5分15分30分まあ1時間4時間とかねいろいろこう数字としてありますので、ちゃんとその方向に進む勢いが強いかどうかっていうのを確認した上でねトレードしていくと勝率は格段に上がります。なんでこの機会にねぜひ一度ちょっと試してみてください。それでは今回はねちょっとこの辺りでおしまいにしたいなと思います。今回紹介してきたキャンドルマスターなんですけども、これからねお伝えする条件を全て満たした方に無料でプレゼントしていきます。でこのキャンドルマスターの受け取り方は全部で3つあります。1つ目が僕のチャンネル登録をすることで、この動画にいいねを押すことですね。で2つ目 LINE でキーワードを送ってきてください。その大事なキーワードっていうのがキャンドルマスターとなります。で最後チャンネル登録といいねがしてあることが分かるスクリーンショットもしくは写真も添えて僕の方まで送ってきてください。あなたの熱いメッセージをお待ちしております。それでね今回は以上となります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。